はいどうも、T.T でーす。モンケージ。引き続きやっていこうと思います。箱庭の夢ですね。なんか、調べたら大体3時間ぐらいでクリアできるっていうから、多分今日ぐらいで終わるのかなと思ってます。やっていきましょう。なんかこれ、まあ、ちょっと調べたら、親子のストーリーらしいね。お父さんと息子なのかな？あ、で、こっからか。で、なんかこれが多分、あれなんだろうね。お父さんと息子の。確かに、初め小さい男の子がさ、あるかな？あ、あったね、こういうの。ない、ないか。ないな。まあいいや、ちょっとやっていきましょう。俺、これ編集してて思ったんだけど、マウスのカチカチめっちゃうるさいよね。だからもうマウス今買いました。まだ届いてないけど、今日はカチカチするけど。なんでここは。ああ、はいはいはい。ああ、そうだねそうだね。ん？これが何と合わさる。これはこっちか。これ、ここはここか、ここかだね。なんか光るもん。月とか怪しいな。なんか月とか、このゲーム月とか結構出てくるからな。月と合うとかはないな。でもさらに下がれる。下がれないね。でもこの多分枠がこうなってるところが怪しいんじゃねえかと俺は思ってるわけよ。光ってるのあったっけ？ないね。は？は？あった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 。下がれるんだこれ。あ、これだね。こんぐらいか。分かってるから大丈夫だって。開きました。すげえスピードで突っ込んでったの。お？水。写真ねえか、写真。写真落ちてねえか。ないな。これは水ひねれるってことか。あ、水出たね。水が出るとなんか変わったことある。あれ？なんだここ。新しい部屋だね。気がついたら変わってた。どれどれ。何ですかこれ。え？あ、え？爆弾来てよ。爆発すんのこれ。お！戦争する気ねえじゃん。もう子供のお遊びじゃん。ポン。もう威力といいさ、もう遊んでんじゃん。あ、この戦車とこれ、え？これじゃないだろう。なんかあるか？あ、あー、光ってるぞ、光ってるぞ。あ、勝手にあったな。あったけど、これまだか。うん、まだくせえな。何かあった後だな、多分。こっち側は？これか。これか？なんか合いそうっちゃ合いそうだけど。光るのが多いな。こっち側もなんかある。あ、光っ、多いな今回は。あ、これか。そして、あ、ちょっとなんかここ水溜まってるね。もともとだった？さっきのこれが水出てるってことなのかな。溜まってるってことなのかな。
これ待ってたらたまるのかな。待つとかある？パズルゲームで。まあないことないか。でもそんなたまってるような気もしないな。じゃあこれはまだあとで、ここのこれもまだあと。うん。ってことはここが、これとこれは合わさない、合わないかな。ふざけた爆弾が。あ、これか。このパターンあるか。打ち返すみたいな。なんかでも合わないよね。いや、あ、あったあった。ふんふんふん。なんか音は聞こえるけどな。あ、一緒か。これあれかな、もうちょい待ってたら、あの撃たれた時になんか変わるかな。ポン、あと来た来た。でこの隙にこれか。待って待って、はい、で出てくるんでしょ。あ、爆発しちゃった。ポンって言ったな今。ちょっと待てよ、忙しいやつな、忙しいやつな。いけそうだぞ、いけそうだぞ。流れるようにな。分かったぞ。はい、破裂してから飛んでいきます。で乗って、ここで急げ。はい、で出てきます。あ、どこ行くどこ行くどこ行く。あ、さらにこれで、え、ちょっと待ってよ。あ、え、こっち来てたってことかな。ちょっとやってみるか、じゃあもう一回。はい、来ました。はい、動けるようになったらすぐすぐ。あ、一回行ったら OK なの。はい、で、え、こっち来たじゃん。で、ここでしょ。はい、で、こっち来ます。いいぞいいぞ、こういうことね。で、ここで終わりだよね。あ、で、火ついて、え、火ついてなかったの。落ちちゃったよ。あ、さらにここあんのかよ。なんだよ。はい、よしよし、火つけて、で上に来い。これで終わりだろう。はい、無慈悲。あ、メダル取った。ん、無慈悲。まだこれ水出してるやつの、あ、なんかこっち側見切るようになった。なんだこれ、ミサイル刺さってるね。ふんふんふん。こっちは、うん、写真ねえか、写真。あー、あった。あ、息子の方かな、これは。戦争行って雪国行ってんのかな。うん、ここまだだね。うん、戦争だね、ここ。弾不発弾あるしね。で、ここは、あ、変わった、光ってる。あー、え、橋か。はあ、あ、これをなんとかやったら通れるようになるよってことね。水はまだか。いや違う、これやったでしょ。うん、ここつながるな。あ、はい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 、ここで水を流せるんだ。なんか矢印あるな。
一回水流れたら OK だね。引いてみるか一回。この水っていうかさ、この火ついたのはっていうか爆弾火ついてなかった、一回消えちゃったってことなのかな。これだけどどっちかだな、こっちか。そうだな。でこれだな。はい。で動かすと、はい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 、分かってきたな。してそして何なのよ。待ってよ、これが一旦引いてみよう。一旦引いてみるっていう煩わしさもこのゲームあったりするからな。あ、まだか、まだだな。よく分かってない。この水を流したことによって何が変わった？で、この部屋にも写真ありそうだな。ないか。ないな。どこだ？これまた戻しても意味ないもんな。うん、一旦水止めてみるか。これがさ、ここに来たのに何の意味があるんだろう。いやだけどこれなんか上とくっつきそうだな。なんか上に行くっていうパターンありそうじゃない？ここのさ、線路じゃない、橋に通るみたいな。だけど光ってねえんだよな、まだ。あ、まあ、あ、違う、これでこの状態で回すんだ。違ったわ。落ちない、落ちないね。ごめんね、マウスのカチカチうるさかったら。俺なんかその普段、まあ、ゲームのこの今編集しててカチカチうるせえなと思ったんだけど、普段はこのカチカチが結構好きっていうか、なんか押してる感を感じれるのがいいんだよね。なんか反応ないの嫌なんだよね。だからなんかちゃんとこの押してるのがいい、良くてカチカチするやつ結構選びがちだったんだけど、いざ編集してみたらうるせえなカチカチと思って、もう社内から買おうと思って買ったんだけど、まだ届いてないけどね。これこっち側でも繋がったりしないかな。で繋がらんか。こっち側に行ってこっち側渡れるみたいなさ、そういうのありそうじゃない。じゃあヒント、見るか。じゃあ本日一発目のヒント見るか。ヒントなしで生きてえな。はいはい、これも関係ないでしょ、光ってないし。うん、行こう。トロッコは反対側まで送らなければならない。やっぱ俺言ってること合ってんじゃない。合うでしょこれ。合わないの、まあ、こっち側は合います。渡すみたいなさ、あってもおかしくないと思うんだけど、違うのか。ダムを開いてみよう。ダムを開いてみよう。ダムを開くって俺これじゃないのね。開いて水出したよね。うん、ダム開いて水出した。はい、トロッコと橋が水面に映した影を利用してみよう。トロッコと橋が表面に映した影を利用してみよう。トロッコとこの影を利用してみよう。
何何何？一旦ちょっとずらすよ、一旦ずらすよ。え？これ何？光ってないのにこのパターンもあんの？いやしかもこれさ、へえ、たまたま行ったね。たまたま行ったってか、まあ、ヒント見てんだけど。で？これでこう行く。行かない。あ、待って。上にあるな。で、こうしてみるか。したら今度下から。これこっち送ってみる。なんでなんで逆さまになったのかもよく分からんけど。でこれさらにこうやったらどうなんの。あ、もうさすがにそれいけねえんだ。は？面白いこのゲーム、深いな。でこれを上げたいんだけど、こっち、よし、回答ビデオを表示します。近いとこまで行ってるんだけどな。はい、そこやりました。流します。で、うんうんうん、トロッコつなげちゃいます。はい、やりました。こんなのも早々に分かってよ、俺悪いけど。すぐ分かってよ。で、下やりました。まあ、これはね、ヒント見て分かったけど。こんなの気づかなくない？で、また上つなげます。やったやったやった。うん。で、そっからよ。は？そこもやったけど、何の意味が。え？え、待って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 。そんなことになってた？待ってよ。どうすんだっけ？こうか。そうかそうかそうか、これで映ってるわけだから、上見たら来てるわけか。ああ、なるほどね。ああ、しらみつぶし法。そうですね、そうですね、しらみつぶし法使いましたわ。秘技。お、なんでこの部屋、トロッコの部屋、トロッコだね。ここは、ああ、後で使うやつか。写真は写真、一つに写真が一枚ずつぐらいはあんのかな。光ってんのは特にはないけど、ここは変わってない。はい、分かった分かった分かった。ここも変わってない。トロッコもは変わってない。上は、あ、近づいたら今度こっち。何これ、え、ここの街がアップにされたよってことかな。あ、なんか回せるバルね。よし、排水溝みたいな感じじゃん。おしゃれすぎん？引っかからんこれ。あ、待って、なんか光ってる。これと、もう新しくできたここだろうな。なんか、なんかありそうだな。これか。はい。燃える。火事になります。え？どういうこと？戦争を表してんのかな？え、何怖い？怖い怖い怖い。何これ？うん。なんか棺みたいじゃん。どういうこと？まあ一旦待って、写真ない？写真、写真落ちてない？落ちてないか。じゃあやってみよう。ん？なんか風送ってるみたいな音するね。あ、待って、あ、これをつなげるのかな？こうか。で、はい。
水が溜まりました。やったね。あ、火消せんじゃない？町の火を助けれるんじゃない？こっち側そろそろ来るんじゃない？まだ来ない。あ、そっか、でもこれもやんなきゃいけないか。ここ以外なんかあるか。これこうのパターンあったし、これなんか他につなげれたりとかするんじゃないか。そういうわけでもないか。いやだけどこっちのなんかありそうだな。これでここが気になるんだよな。これがこれが、あ、もうこっち行けなくなってる。終わりか。まあ、あとここしかないのか。じゃあ、じゃあ違うな。一旦引いて。光ってんのはない。さっきでも光ってなかったからな。もう一回やってみるか。水二回溜めたら、ああ、じゃあ一回分なくなるのか。あ、いや、増えたな。溜まったな。さっきより。え、じゃあもう一回やってみようよ。溢れるぐらい行くんじゃない？ほら、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 ほら。待ってよ。じゃあ、そうしてこの縁が出てるとき動けないけど、この間に違うな、動かしてこれやるとかじゃねえんだな。いや、うん、見よう。噴水の水が足りないようだ。いや、もう足りるようにいっぱいやりました。水をパイプの中で循環すると量が増えていくよ。いやいや、やったよ、やったよ。だから量増やしたよ。だから、あ、それでこの状態でこれやったらどうなの。おお、一時の安らぎ。いや、そんなに消える？めちゃめちゃ効果あったじゃん。え、エンディング？急に？違うな。待って、写真ない？写真、写真はないか。なんだこれ。あ、帰ってきてる。あ、写真ある。あ、息子が帰ってきたのかな、戦争から。でもちょっと病んでるっぽいね。テレビ入る。カレンダー、これカレンダー、四つ葉のクローバーみたいな。はあ、ここまだあんの？もうないでしょ。あ、そ、こいつはいつ出てくるんだ。一旦引いてみよう。聞いても何もない。よし、ヒントが煽られる前に俺は解きてん。あ、待って、これめくれるかも、このまま。あ、めくれる。やっぱり太陽、三つ葉、雪、なんか変わってるか。これアップにしようか。なんか変わったりしてないのか。この花がなんか四つ葉に戻った。太陽、引いてみよう。これどういうこと。季節を表してるってことなんだよね、多分。あ、チャンネル変わってる。一緒か。あ、待って待って、なんか水、花、
関係なさそうか。テレビの画面は。え、開く。さっき開かなかったよね。もう一回これやってみるか。あ、花が光ってる。ここはなんだ、町だね。さあ写真はないか、ないか、ないね、ないね、ないよね。よし。なんかいっぱいいっぱいつながりそう。こっち側はまだか。ってことはこれ、こっちがこれか。はい。こんなにでかかったの？植物こんなにでかかったの？見え方によっては。あ、え、微妙にいけそうだな。いいんじゃないの？ダメ。え、ダメ、これ合ってない？なんか、いや、合ってるっぽいじゃん。合ってない。あ、そう。こっちか。あ、こっちやってみるか、じゃあ。合ってない？いや、合ってるっちゃ合ってるよな。合致するこれ。いや、しないよな。難しいぞ。難しいぞ。うん。違うのか？待って、他光ってんのは。あ、ちょ、季節変えてみよう。したらどうなる？うん、関係ねえと。もうここの季節は関係、いや、でも光ってるからなんか意味あんのかな？関係なく、いや、だけどテレビのチャンネルのところとか結構光りっぱなしだったりするもんな。雪。あ、待って。季節変わってるわ。だってさっき雪だるまなかったよね、多分。待って、ちょ、もう一回試してみよう。春。ほら、雨降ってる。雨降ってる日がいいんじゃない？水溜めたいとかそういうことじゃない？そういうことか。合ってるでしょうよ。ダメかい。じゃあこっちがやってみる？あ、あった。あ、水出た、水出た。よしよしよし。で、水溜まって、はい。あー、出た出た出た。出たけど、で、多分雨の日はこれでいいと。で、他に、太陽は、太陽の日にやったら？あれ？水なくなった？あれ？秋、紅葉。じゃあ合わないんだね。ってことはやっぱり雨の日で、雨っていうかこれ雪マークに見えるけどな。あ、違う。雪マークじゃない。雨だ。春の雨だね。そう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 。で、合わせて水を出して、溜まる。季節変えるんだろうな。待って、これ水溜まってるよね。水溜まってる。季節変えてみる。水なくなって、ない。なくなってない。じゃあ、この隙に全季節冷めそう。どっかで合うはず。俺の勘が正しければ。はい、違う。あったね、あったね、あったね。で、ここで、はい。いいぞ、いいぞ。で、この水が溜まりました。うん。で？で？待ってよ。あとやってない。雪の日もなんかやってないな。
雪が、あ、待って、反射してるよ、反射してるよ、反射あるある。さっきもなんか反射使わされたよ。関係ない。水こっちに入れました。でその水をこっちに溜めました。もう一回やれってことかな。もう一回やってみるか。行員矢のごとしどういうこと。やりすぎだってこと。結構一気にもらえるようになったな。で溜めます。矢のごとし。太陽、あ、待って、水なくなってない。水なくなってない。やっぱり晴れたらなくなるのかな。そういうこと。出しちゃっていいよね。あった以上出しちゃっていいよね。一応次の季節も見てみるか。雪、雪の時に会うかもしれん、ひょっとしたら。あ、雪は合わねえ。冬じゃねえんだ、やっぱり。この季節では合わないよね。合わないし、合わないしっていうかもう溜まってるしな。で、太陽。太陽、え？太陽の時に合うんじゃなかったっけ？違うか？水溜まってるよね。あ、ここか、ここか。はいはいはい。で、じゃあ水出します。2回溜めるとかじゃないんだ。夏になったら下がっちゃうもんね。じゃあヒント見よう。毎回見てるって。夏と暑さで水分が蒸されてしまう。そうなのよ。水を溜める方法を考え、溜めました。冬になると水が凍り、氷が移り込む。うん、それね、気づいたのよ。うん、移り込む、移り込むはいいんだけど、移り込むのでもこいつだけなんだよな。こいつ、あ、太陽と重なって光った。で、ビデオを見たいと思います。はい、見てきました。なんかね、まあ今雪の状態でこう光らせたでしょ。してもう一回切り替えると、これが見れるようになってるらしい。うん。で蝶々が飛んでいく。ここまでが回答だったね。いや、季節切り替えるの怖いじゃん。水なくなってたりとかしそうでさ。あ、蝶々が行った先に何かがあるぞ。写真は写真、写真落ちてない？何これ、パンこねるやつみたいな。回してみよう。写真やったー。つなぎ合わせ。牧師見たくなってんのか、病院か、看護婦さんとに怒られてんのかな。おい、これ見えるかっつって。よし。あ、なんだこれ、写真撮れんの。ん、なんだこれ、家族写真なのかな、旅行行ったのかな。ん、じゃあこれ、ん、このテーブルとこれか、合いそうだな、合いそうだな。よし。足がない。待って待って、なんかいろいろ気になるんだけど、何これ、どういうこと。この落ちたやつとかなんか意味があった。え、何これ、何の意味があったのこれ。今のテーブルから箱が落とすためってどういうこと。このテーブルが崩れるのが大事だったのか。まあ、上見てみるか。何の部屋だ。あー、なんか
狭い部屋だね。なんか地下みたいな窓もない部屋でちょっと乱雑にはなってると。でここは、あ、ついにこいつの出番か。ツルハシかな。あ、ここにツルハシ使えそう。あ、なんか修理屋さんなのかな。壊れたテレビをなんか修理してんのかな。あ、つながりそう。はい。あ、ワインダル？めっちゃ溢れてんじゃん。洞窟みたいなとこだったよ。だって言ったってここ。どういうこと？流されてきたのかな。写真ある、写真。はい、バーで飲んだくれてるのね。はいはい。アルバムちょっと一旦見てみようかな。あー、結構いいペースだね。後半ちょっと頑張って探すようにしてるからな。よし。で、まあ、じゃあこれから。あ、光ってる光ってる。まあ、これが光ってますと。何これ、え、何これ、太陽みたいな。え、ちょ、待って待って待って。もうちょ、ビール入れとこう。あざーす。ちょっといっぱい入れてもらっていい？せっかくだったら。あ、入らないんだ、これ以上。え、何、なんかこの太陽、何さっきのさ光は。大丈夫、ビール泡なくなっちゃうけどいいかな。で、またテレビ。さっきからテレビなんか意味があんのかな。まあ今のはちょっと変わったっぽいけど。家建ててます。あ、時間軸が変わったっぽいね。なんかろうそくとかもちゃんと直ってるね。ふんふんふん。何、まあまだあとか。ここはまだか。あ、これか。これをと水の井戸だよね。あとなんかここら辺、ここでなんかあったよね。あ、これか。いや違うな、これはマッチしないな。なんかここすげえアップで、特になんか後々意味ありますよみたいな光もしないのが気になる。なんで？なんだここ。ビール、あ、待って、まずこれが光ってたね。これとこれか。はい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 。いや、ここでしょうよ。ここでしょうよ。ねえ。いや、ここでしょうよ。違うの？ビールは？ビールは、まだ後か。今んとここいつしか光ってないな。こっち側は、ない。これとこれか、これとこれか。違うだろう、合わなそうだぞ。でこいつは上には向けれないから、奥すぎて。でこっち側も行けない、こっち側も行けない。ってことはこの部屋とのコラボしかねえんだよな。これ水あげたら、あ、戻した。こことの噛み合わせもなさそうな気がすんだけどな。あ、あるか。いや、一番しっくりきてんのここなんだよな、やっぱり。はいはい、見るわ。半分では足りない、もう少し欲しい。ビールね、ビールね、ビールね。はいはいはい。
ビールジョッキ越しに見てみよう。ビールジョッキ越しに見てみよう。ビールジョッキ越しに。見てみよう。テレビを？あ！テレビのチャンネルが、チャンネルというか画面が。待って、テレビを変えれるってことか？一緒だな。消してからビールジョッキ越しに見たら？関係ない。あ、ダーツか！どんなビールやねん。え、待って、これもさ、箱なんだけど、なんかミサイルみたいな。そんな感じ。リンゴ、え？え？リンゴが爆弾。ツバメが飛行機。これ見づらい。これは変わんねえのか。あ、なんかでも模様も違うな。何このビールジョッキ越しに見た時の世界。めちゃめちゃ面白くて、このビールジョッキ欲しいんだけど。待って、一旦テレビつけとこう。テレビはつけといた方が良さそうな気がする。で、いや、ビールジョッキ越しに見たところで、光ってもいないんだよな、別に。こっち側、あ、手榴弾かな、これ。あ、あー、ちょっと待って、何光ってんの、これ。瓶がこっち越しに、こっち越し見たら光るんだ。何これ、面白、難しい。これ何、何負けたの。あ、これでビールもうちょい出る。ん、何巻いた。待て、おろしちゃった、おろしちゃった。今ビールっぽかったの入ってんのね。うん、黄色い。あ、違う、待って、もう一回やらんダメだ。入ってないのかな。じゃあ今おろしたか、もう一回あげたらいいのか。いや、入ってねえな。うん、ちょっと待ってよ。これでこの状態でやってみる。変わらない。この状態でやってみる。はい、変わらない。まあでもこれがビールと連動してるとは思えないんだよな。教えてください。青いワインボトルのラベルを適切な位置に回してみよう。あ、これ、あ、回ってたの、これもしかして。あ、あ、なるほどね。なんかアホですいません。で、これが、あ、光ってる。難しいな。あ、ビールは、あ、これなんかありそうだね。はいはい。え、じゃあ待て、なになになに、怖い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 、何この青い液体、薄めよ、何これ。あ、待って、写真ある。え、戦争行って人殺してなんかやってもうたーみたいな感じなのかな。あ、もう一回これ画面、あのビール越しで見てみようか。あ、おい、何お墓の奥に顔の半分、脳みそを今から入れますよ的な感じのあるね。何これ。え、リンゴが矢印。あ、え、ちょっと待って待って、すぐ戻っちゃう。あ、みんな矢印がテレビ向いてる。これこれで、なんかよくわからんおじいさんもいるけど。
ほら。見れるのは光学が限界か。で、あ、あ、上が変わった。待って、写真してない。なんだこれ。あ、なんかある。金、なんか金入れるのかな。金でなんか回しそうだね。じゃあとりあえずこれくっつけてみるか。これでしょ。違うか、合わないな。せっかくでけえな。待って、上見てみるか。待って待って、写真が変わる。エンディング近そうだな。あ、だってカメラもあるし、一番初めのオープニング、あ、これもあるし、あ、思い出だ。俺が撮った写真たちがアルバムとして貼ってんだ。へえ。で、これをこっちか。あー、これ写真撮ってたらエンディング変わったりするのかな。マルチエンディングかな。あ、待って、合いそう。はい、砂と OK。 いや、雷が邪魔だな。なにでもこれずれた後に何かあるかも。ずれたからことによって、待ってよ、ずれることによってこっち側とくっつける。あ、いけそうじゃない。なんか待って、いけそうだった今。ずれることによってこっちと、どう、ほら、難しいな。まだイメージがつかめてないんだよな。こう違うな違うような気がする。いや、違うような気はしないんだけど、雷で揺れるんだもんな。これでなんか固定するとかなのかな。これでヒント見るか。じゃあ全部見てるな。回すことで懐中時計の針が変化する。うん、懐中時計の針が黄色い部分に回すようにすると、ジョンローが変化する。ジョン、違う、何、カネローが変化する。懐中時計の針が黄色い部分に回るようにすると、カネローが変化する。カネローが、こうすると、カネローが変化する。あ、会うときと会わないときあるんだ。へえ。さっき会ったのに。あ、え、待ってあ、夜じゃなくなった。カメラ落ちてるよ、でかい。なんだこれ。え、何これ。え、この時間こう会うのか。何難しいよね。確認するけど難しいよねこれ。
みんなどう思ってる？難しいと思ってる？これ。俺思ってる。これは？眩しい。合わない。いやだけど近づいたら光るんだこいつが。ってことは近づいたら、ちょっともうちょい。ブランブランしただけね。早くヒント見れよって思ってる人いるでしょうね。いやだけどさ、この状態だよ今。だからなんだよ、早く見ろよって思ってる人いるでしょうね。見ます。懺悔室のカーテンを引いてみよう。俺だけこっそり回答ビデオ見てきますね。これをアップにして、これとこれが合うと。こうか。はいはい。したらこれで開けれると。でここまでしか見てきてません。ちょっと待って、一旦下がって、一旦ちゃんとチェックしてかないと怖い。あ、オッケーオッケー、はいはい。で、なんだこの部屋。おー、下が光ってるぞ。開けてみたけど、特に。ちょっと引いてみて。あ、これだけど、ここら辺。ありそうだな。あー、はい、ありそう、ありそう。それ一旦閉める。あ、で開けてみる。だから何なんですか、だから何なんですかこれ。会いましたけど、カメラありますけど、これこの状態で手が出てきた。手が出てきた。この手が出てくると風を守ってくれるのかな、砂落とした時に。やってみるか。あ、来た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 。これでどう、守ってくれるんじゃない、どう。あ、守ってる守ってる。よし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 、いいぞいいぞ。これはもう完全自力で解いたと言ってもいいでしょう。で水が入りました。で鐘ができました。でこれを回し、はい、やってやれ。はい。なんか音おかしいな。救い、実験ロックを解除しました。救いを、多分戦争のなんか負い目みたいのがあったのかな。それをこの金によって、金によって救われるかどうかちょっと俺には分からないけど、まあでもそういうことなんだ。もう今でも写真はもうないのかな。これはもうその子の家なのかな。入れるってこと。うん、はい。家の中はどうなってますか。こうなってます。子供もいるのかな。うん、なんか幼稚園みたいな家だね。うん、子供と奥さんか、結婚したのかな。うん、あ、窓が開く。なんだこの部屋。え、この部屋なんか、え、物なくなってんじゃん。物なくなってるっていうか、写真ある。おー、雲の建物なの？メレンチックなとこに住んでらっしゃいますね。開けよう。あ、車がいなくなりましたよ。これ家の中だ、さっきの。うん、これはまだ関係ある？もうないよね。手のやつだもんね、さっきの。これだよね多分。この窓を開けたらこれがあったってことなのかな。
もう上も別に光ってない。これと、うん、あ、家が来てる。あ、写真、あ、昔の写真じゃないこれ。あ、はい、息子がお父さん一緒に海に行ったのか、釣りでもしに行ったのかな。蝶が飛んでる。全然会話がわからん。なんで？あ、仲直りしたのかな？喧嘩してて。あ、船乗ってるわけじゃなかったのね。船を見に行ってたのね。終わった。あ、喧嘩して、もともとのストーリーは喧嘩してそれぞれ住んで、息子は戦争に行ったりなんだかんだり親と仲悪くなって行ったけど、今写真が入れ替わったことによって、仲直りしたことによって家出をせずにお父さんと暮らすストーリーにこのエンディングではなってる。違う？いろいろ推測してみてるけど違う？すごい、船を車で引っ張ってもらうのにこんな引っ張り方、沈みそうだな。それか潮風で錆びそう。うん、さまよう。え、動かせるぞ。トランク開けよう。はい。あ、嘘だろ、また初めからやらされるわけか。はいはい、え、びっくりした。うんうんうん、え、マジでもう一周なの。え、なんか目出てる。え、カメラから目出てる。え、こんなんだったっけ初め。これアルバム要素とかでなんか変わってくんのかな。これコンプリートするまでやらされるのかな。でもエンディングになってたけどな、あれで終わりじゃないのかな。どうなんだ。いや覚えているから進む分には進めるよ。だけどちょ待って、ちょ待って、写真とかもしあるったら探してかなきゃいけないってことでしょ。ここにさ写真あったじゃん、ここに。それは、あ、一回撮ったやつはこんな色になってるってこと。ちょっと、うん、よくわかんないけど、待って、順番通りもよくわかんないんだよな。今撮った写真ってどれだ。ある、なんか色違ったらわからんくなってきたな。ここら辺は、あー、なんか全然撮れてないのか。うん、まあちょっと調べようか。エンディングが一緒だったら、まあとりあえずはここまでにしましょうかね。ちょっと違いそうだったら、うん、ちょっと調べてもう一回、次回短くなっちゃうかもしれないけどやっていくかもしれません。ということでご視聴ありがとうございます。今日のところはこれぐらいにしようと思います。
モンカージ、モンカージュ？箱庭の夢でした。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。